ちゃんともチャンネルです。本日ご紹介するアイテムは、かれこれ。20年、25年、6年前の高校生の時に買った靴ですね。レッドウィングが買えなくて。 通販で購入したブーズになります。これ一応革なんですけど、牛革なんですけどね、高校生の時なんかほんまね、お金がなくてね、この BBR ってなんやねんって思いますもんね。 数学の時とかにね使っててね全然これ減ってないと思うんですよねいやなんかもう懐かしくなってきますねなんかねなんかこれ捨てれないんですよねそうそうそうなんかね履き心地どうかって言われたら まあ悪くはないんですけどね。この紐靴がね、すぐね、ほどけちゃうんですよね。まあ、特に手入れもしてないんですけどね。十5年、6年、7年。確か、阪神・淡路大震災ぐらいの年に勝った。 ブーツになるんかなと思います。その当時ね。もう物が物流が止まってですね。これ通販に頼んでもね。半年以上来るのに時間がかかったこと覚えてますね。いやー、今は全然履いてないんですけど。時々。履いていきたいなと思います。 またね、レッドウィングのね、ブーツもね、購入してね、動画アップもしたいなと思います。横に並べるとね、この辺のこの長さとかね、スリムな感じがね、なんか分かってくるような感じがしますね。いやー、懐かしの通販のブーツ。 まあ失敗したブーツでもないんですけどまあいい思い出のブーツですかね今回はこの辺で動画終了させていただきますいつもご視聴ありがとうございますまた高評価コメント本でもってグッドボタンもよろしくお願いいたします失礼します